まだですね、えー、咲き切ってない感じですね。こういったつぼみが、まだ多いですね。こんにちは。ハウスの中はね、暑いです。えー、ここは今ね、えー、梨の花があたくさんありますけれども、おこれはですね、えー、人工授粉をするためのお、花粉を取るための花です。 えー、うちね20、えー、世紀梨っていうのを作ってるんですけれども20世紀梨は20世紀梨の花粉をつけても実はなりませんなのでね、えー、違う品種の花粉をつけてやる必要があるんですけれどもかといってね、えー、違う品種であれば何でもいいのかっていうとそうでもないというね、えー、一応ね、えー、つく花粉つかない花粉があるので、えー、なかなか痛しい感じですけれどもまあここのね花粉を取って、えー、こうやってちょっとね ハウスを中に入れて強制的に早く花を咲かして花粉を取るという。ただ今年ね、もう暑くてね、暑いというかね、外の気温が高くて、梨の花がかなり早く咲きそうでね、ちょっと今の段階でこれがかなりやばいんじゃないかなというふうな焦っております。はい、えー、花がね、開いてますね。 花粉っていうのは、このね、ピンク色の薬という部分から取りますえ。この薬を取る作業はね、また明日か明後日やるようなんですけれども、えー、こいつがね、横にあるこの黒いやつ、こうなっちゃうと、もう薬が開いた状態なので、使い物になりません。なので、花が開いてもね、このピンクをずっと維持しとけるというかね、開かない状態にしとかないといけないので、えー、そのために水をかけてやります。 で湿度が高ければねこの薬が開かないので鼻は開いてるけど薬がこのままで維持できるというかねまあ何日もって言うわけにはいかないんですけれどもまあ1日2日だったらあ全然問題なく維持できるので定期的に水をかけてやります 入れてもいいこの上でいいんですよ、外さ。